はい、ですね、引き続き前回に引き続きですね、視聴者様からのお声で、これはね、ちょっと論この3人の中でもね、論争になりそうかなっていうね、いいね、楽しいね、話題を提供してくれたものがあるんですけども、うん、ね、Y さん、この方ね、よく書き込みっていうか、してくださるんですけど、ね、ずいぶん前のね、配信をね、見てくださってるんですよ。クラプトンのギターオークションに行ってきたっていうね、うん、第25話、うん、それをご覧いただいてですね、クラプトンの1回目のオークションの時の記事をプレイヤー誌で読みましたが、その時出品されたブラウニーについて、当時の彼のギターテックの音はブラッキーよりブラウニーの方が良いというコメントが載っていたのを記憶していますと。ブラウニーのことをアピールする狙いもあったと思いますが、てんてんてんみたいな。で、この人も、個人的には、ブラッキーの方は、ちょっとサステインが短いような気がしますっていう、投稿いただいてるんですよ。さあ、皆さん、ブラッキーとブラウニー、どちらの音が好きですかね？僕はもう圧倒的にブラウニーだよね。ブラウニー。そりゃそうだね。いや、だからそれって、ライブの同じ状況でね、例えば、うん、両方弾いた同じ、例えば武道館で、うんうん、コンサートで何曲かブラウニー何曲かブラッキーとかだったらすごく比べられると思うんだけど、やっぱレコーディングっていうと、うん、やっぱ全然違うじゃないですか。まあね、たださ、その適材適所に、要するに、的確に使われているっていう考え方でいくと、その時々のね、レコーディングで、そのギターの特徴がうまくこの引き出されてるっていう面でいくと、どちらかなっていうのは比較できるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、どれが良くてどれが悪いっていうのもあると思うんだけれど、じゃあ、例えば、印象的な、このギターが、このギターの、こういう、場面で使われたのが好きだから、やっぱりこっちに軍配が上がるかも、みたいなのってあるよ。あ、ちょっとその前にさ、うん、もともとさ、ブラウニーの、まあ、デリケンドムロスだけで言えば、うん、使ってるアンプが限定されてるよね。だって、基本的にはチャンプでしょ？レーラーは。うん、で、なんだっけ、デュアルショールなんだっけ、ライブの時はちょっと大きめのなんかの、コンボじゃない、あれでしょ、フェンダーのアンプだよね。うーん、デュアルショールマンとかいうちょっとこうさ、うん、セパレートされてるやつ、確か。で、ブラッキーはさ、まずはあれから始まるじゃん、ミュージックマンじゃん、うん、ね、だからもうちょっとアンプがさ全然違うっていうのもかなり影響するかな、うんうんうん、っていうのは、まあちょっと言うと話がごちゃごちゃになっちゃうから、うんうんうん、置いとかなきゃいけない問題、ね、まあそうね、だからその時々のプレイスタイルとか、その使っていたセッティングによってもね、いろいろあると思うんだけど、それぞれでさ、ほら、やっぱりこの Y さんが言っているような、おっしゃってるようなさ、うん、ブラッキーはちょっとサステインが短いように感じたっていうふうにな人もいるわけじゃん。なるほど。俺はね、やっぱり、うん、ジャストワンナイト推奨派だから、うんうん、ブラッキーの音が好きなんだ、ね、なんかでも日本人にとっては圧倒的にもちろんブラッキーの方が、ね、うん、実際に生でね、聞いたりとかしてるっていう点では、うん、なんだけど、まあ好みなんですけど、多分私もレキさんと一緒で、デレカンド・ドミナスのレイラのアルバムが、うん、史上最高だから、うん、あの音がっていうとやっぱりブラウニー。あとね、比較の基準の、その要するに俺の中での比較の基準は、例えばその真似したくなる音かどうかっていう意味でも、うん、やっぱりね、ブラッキーなんだよ、うん、っていうのは、レイラはすごく素晴らしいアルバムで、あのギターの音色も好きなんだけど、俺があのギターを真似するとなると、俺の中でちょっとトレブリーなのよ。うんうんうん、うん、だから分かる、うん、だからあの音はできないよ出ないんだそう言っちゃうと思うけど、もなくともない。でもさ、永遠に追いかけてる音ではある、ね、そうね、うんうん、あんな音無理だよと、その話とプラスインコンサートもあるからね、うん、またこれ違う音なんだけど、そうだね、違うね。でもインコンサートの音もずっと永遠に追いかけてる、ね、あっちの方がまだ
再現するとしたら、そうだね、やっぱり追いかけやすい。いやでも再現してる人聞いたことないよ、まあ、そうだけどどこらのどんな人でも誰か教えてくれ、比較するとねいねえぞ。やっぱりスタジオ版っていうのはもう完全にトム・ダウドの、ね、力量っていうか、あとやっぱりなんとなく気のせいかもしれないけど、マイアミの乾いたなんか空気があそこにすごくなあるのかな。あれを聞くとすごいなんか乾いたマイアミのなんか空気を感じるなって思って。俺が追いかけてる音はやっぱりクリームだね。クリームだよね。あ、そうだよね。クリーミーでサスティンのある音。ギターで言うとやっぱりギブソン系かな。レスポールとか SG とか、まあ、335なのかな。335、どこちょっとだから、スモーキーってなんて言ったらいいんだろうな。ちょっとこう角が取れた感じ。あのね、クリーミーでサスティンがあるって俺の中では二律背反する要素なのね、要するに音こもらせるとサスティン音伸びないし、音伸ばそうと思うとトレブル上げないと伸びないし、だからそこら辺の塩梅をどう調整するかっていう、そこにいつもその難しさを感じてるっていう。だから全く同じセッティングで弾かせてもらうと僕にとってやっぱりちょっとこう、まあ簡単な言葉ではこもりすぎだよね、僕にとっては、もうちょっとトレブルじゃないと、すごいめちゃいい音なんだけど、まあ前から言ってるけど、クリームのベストというかクラプトンのベストはウィンターランドのクロスロードなんですけど、やっぱりその演奏もそうだし、私はやっぱあのクリームのって言ったらあのギターの音色、サウンドがやっぱり一番好きかなっていう。でもさ、ある意味さ、あれはあれかな、コテコテのギブソンの音なのかな、なんかちょっと違うような気もするよね。近い音ではあると思うんだけど、ちょっとその極端だけどね、要するに典型的なギブソンの音っていうと、まあいろいろな人が出てくるんだけど、まあジミー・ペイジとかね、だけどクラプトンでいうところの典型的な音で言うとブルース・ブレイカーズね。あ、そうだよね、そっちの方がモロにギブソンって感じするんだけど、なんかもうちょっとこう乾いてるというか、なんかなんて言えばいいんだろうな、クロスロードね、ちょっと言葉見つかんないんだけど、だから不思議っていうか、あのちょっとまたクラフトから外れるけど、ジミー・ペイジの私はそのファーストアルバム、あのセッペリのファーストがすごい好きなんだけども、あれってテレキャスターじゃないですか。そうだよね。あの昔はね、写真見たりとかなんかでジミー・ペイジイコールレスポールみたいに言われてたから、情報もないし、でもある時あれがテレキャスターだっていうのを聞いて、あ、それでなんかセカンドとやっぱり全然違うんですよ。あとアキレスだっけ、テレキャスター使って、でやっぱりあって思ったらテレキャスターだった。そうなんだ、それで私はテレキャスターいいなっていうのがすごくまたあるんだけどね、だからレスポールよくわかんないけど、なんか私はもしかしてやっぱテレキャスターの音が好きなのかなって思ったり。でも長々の音は出ないんだよ、テレキャスって難しいもんね。いや、ていうか俺ちゃんと弾いたことないのよ、テレキャスって。なんでだろう、わかんないけど、あのアメリカのアーティストとかも結構使って、だからいろんな音がやっぱ出るし、ああいうなんかジミー・ペイジのテレキャスターと例えばロギンザのメシーナの音全然違うし。ああ、俺いつだったかも話したかもしれないんだけど、テレキャスってギターソロをね弾く気になれないのよ、あのギターも。弾いてたよね。なんでかしら、まあだってクラプトンだって弾いてんだよ。そうなんだけど。ジェフ・ベックだってテレキャスターいい演奏してるしね。そうだよね。ロイブ・キャナンだし。そうなんだけど、なんかね、あれ持つと、なんかね、多分なんだけど、テレキャスターを弾くアーティストで、そのジミー・ペイジとか、ジェフ・ベックとか、クラプトンを知る前に、例えば日本のボーカリストとかね、あとブルース・スプリングスティーンとかね、ああいう人たちが持ってるギターっていう印象がこう植え付けられちゃったっていうかさ。いいじゃない、ブルース・スプリングスティーン、ボントゥランのあのギターいいよ。でもさ、ギター弾かないじゃん。まあギターソロっていうのはそりゃね、
いやでもボントゥランは超名盤だと思います、うん、まあちょっと話ずれるから、うん、いいけど、まあそういうわけで、ね、うん、日本三大ブルース・スプリングスティンって知ってる？あ、知ってる。あれ三大？三人、佐野元春、浜田省吾、そう、それであのあれ尾崎、あー尾崎豊ね、そう、日本三大ブルース でも尾崎豊ってジャクソン・ブラウンでもあるんだよね。ああ、その確かに ね。だからほら、会議でってあのイーストリートバンド的なライブやってたっていうんでね、なんか最近テレビそんな風に言われてるんだ、うん、ある意味かわいそうだね。まあ なんか テレビでなんとかっていう人だって人に言ったんだよな。え、その3人、うん、3人だって。いやでも好きだから、ちゃんとした個性を確立してる人たちじゃない。いやでも彼らはやっぱりすごい好きだから、そういうことを隠そうとしない、うん、そっか、あのオマージュしてますっていうか、もう尊敬してるからいいんですって言ってるから。だってもし日本三大エリクリームで青隊長とか言われたら嬉しいでしょ、うん、俺はアマチュアだからいいんだよ。それさ、ちょっとさ、テレキャスターの話で言うとちょっともう全然関係ない話なんだけど、うん、最近なんかちょっとあのマイブームというか、トトがちょっとなんか聞きたくなって、スティーブ・ルカサーです。ルカサーをこう連続して聞いてたが、なんかルカサーがさ、テレキャスター使ってんだってさ、めちゃくちゃ似合わないんだよね。お前聞くなよとか言うんだよ、テレビ見ながらさ、YouTube 見ながら。いや、それは俺も思うわ。意外だと思う。ちょっと意外だよね。トトの中で。トトの中で。弾いてるんだ。うん。割と初期の頃かな。まあでもあの人ってすごい、ちっちゃい頃からあのロサンゼルスのあの辺でみんなに可愛がってもらったりして、いろいろやってた人だから、もともとはすごいね、ロックギタリストっていうか、あのハードロック。何でも弾けるでしょ、この人は。まあ確かにめちゃくちゃうまかったです。歌もうまいし。まあいいや。はい。そうですか。で、ブラウニーとブラッキーね。あ、だけどさ、ブラウニーの方がさ、ネックは太いじゃん。だね。なんだっけ、丸太ん棒でね、56年。56年の丸太ん棒で、こっちが57年。フェラーリと丸太ん棒とかなんか、エリック・ラプトンの、あの、ネックのことをさ、そうなの、極上のネックとさ、なんかゴム太の丸田んぼとか言ってそんなこと言ってんの、なんかどっかのインタビューで言うんだけどね。だけど太い方がやっぱりそのなんていうかな、音が太いっていうかさ、どうなんだろうね、わかんないけどね。うーん、音が太い、俺ね、太いネック好きなんだよ。あのね、鳴りは関係ないと思うよ、ね、太いかどうかは別として。あ、そう、うん、56年がブラウニーでしょ。56年がブラウン。で、ブラッキーのネックは57年のはずなんだよ。それで俺57年のストラトス探したんだけど、そんなに太さ1年で変わっちゃうもんなのかね。っていうか答えさかもしれないけどね。ああ、そっかそっか。昔のあれ、ね、ありうるよね、うんうん、で。近年買ったやつだって、ね、俺が最初に買ったあの白い、あの隊長のもう知ってる白いカスタムショップの、あのなんだ、フルラッカーのやつはゴム太だったよ、ね、はいはい、ちょっと、うん、そうだけど、その後買ったやっぱり白いやつは、うん、もうちょっと安いやつだったけども、ね、すごく V の薄いやつだから、俺今になってさ、うん、レースセンサーのストラットが欲しくなっちゃって、値段上がってる、うん、10万ちょっとだったのが20万近くするね。そうそう、で諦めた。あれだよ、あの買わないよ、ね、中古で、ね、買わないよ。別に一本売って買えばいいんじゃないですか。ああ、そういう手がある、うん、今ちょっと断捨離計画中なんだよね。もうちょっと手放してね。え、そうなの。だってもうメンテナンスしきれないもん。ね、ネックってよく太いと引きにくいとか言うけど、例えば細すぎても引きにくいでしょ、多分。きっとね、そんなの当たったことないけど、うん、あのね、ジョン・レノンのネックは細いと思う。リッケンバッカーは細いし、うん、あ、あとカジノもね、細めだと思う、うん、で、これは僕のあの仮説なんですけど、うん、ジョン・レノンってお母さんにバンジョー鳴らせたじゃないですか、うん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 、でバンジョーってこれ、こうできない、こんなんでしょ。そうだから、ジョン・レノン見てるとね、なんかね、すごくこう、ちっちゃいのよ、うん、だから細いネックが好きだった、ちっちゃいネックが好きだったんじゃないかなという仮説です。なん
んか太い話はよく出てくるんだけど、あれは細すぎて弾きにくいとかっていう話は全然聞いたことないんで。実際弾くとあんま細いですね、やっぱりこう。細いのってあるのかなっていうか、その、いや、力弦は どうなのかな。そうと思う。細くなるとおのずと指板が狭くなるでしょ、うんうんうん、そうすると弦の密度が上がるじゃない、うんうん、それで弾きづらくなるっていうのはあるかもしれないね、うん、だから僕65年のさ335持ってたの、うん、それやっぱりねこうネックが細すぎちゃって弾きづらいから、うん、っていうのもあって手放したんだけど。でも手が小さい人にとってはすごくあいいと思うね。だからちょっと大きいから弾きやすいじゃないですか。あとその部位があるのとないの。 V はあると、V はあるとなんかエリック・クラプトンの気持ちになれるから。クラプトモデルってでも意外と V じゃないんだよね。ソフト V だね。ただね一番最初に買ったやつは結構 V が大きいし、あとほらこうあの U? U っていうの U C っていうのかな、ん スカロップ。あースカロップね。あのイングイね。ここがそう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 。イングイマルムーステン。リッチーブラックモマとかもそうでしょ。あ、そう、ね。ああいうのってどうなんですか実際。ね、プレイスタイルが俺たちとは全然違うから、うん、もし俺たちで、俺とかリキさんがあのギターを使うと、普通に押さえただけでナチュラルチョーキングになっちゃうと思う。あ、そうなんだ。絶対。そっかそっか、そういうことね。要するに、溝が深い分こう押さえるのにギュッて、そしたら弦の張力が上がるから、本当はだから高くなっちゃうね、うん、ってことはその握りがこうそんなに力を入れないで弾けばいい。ハードロックっていうかああいうのを使ってる人たちってそうなんじゃないかなと俺は想像するけどね。ピックも割とペラペラだもんね。イングウェイのピックってうちに山ほどあったよね。うん、硬かったよ。あ、硬かった、うん、ただちょっと分厚くて、うん、こうなんていうのかな、あのお米って言ったらいいんだ、うん、なんだろう、もみみたい、もみじゃねえな、なんだろう、楕円形みたいな、じゃないの、柿の種みたいな感じなの。ああ、なるほど。だからこう弾くとね、弦の抜けがすごくいいのよ。あ、分厚いけど、これでこうなんていうの、エコノミーピックやってんだなっていうのがすごい容易に想像がつく感じ。俺たちみたいにこうハードあのアーニーボールとかさ、フェンダーのハードのさ、あのピックだともう一弦一弦をしっかり弾くみたいな感じのピックじゃん。あれとはまた違ったね感じ。それでいうとリッチブラックもうそれに近いものがあって、ホームベースのやつね。そうそうそう、あれも結構分厚くて、あの摩擦力が他のピックより少ない感じがあったかな。私でもリッチーのギターって好きよ、うん、すごい歌心がある人だと思ってて、例えばなんかヤンギランが歌ってる後ろでテレテレって弾くじゃない、うん、そのなんかフレーズがねすごいいい。オブリーは割といい気がするね、うん、確かに、ね、すごい、あのそのいわゆるただ早く弾くだけとか、そのクラシックのなんとかとかじゃなくて、すごく、うん、歌心がある感じの印象、うん、そんなに全部は聞いてないけど、全盛期しか聞いてないけど好きなんですよリッチーは。なんかね、リッチーブラックモアに関する書き込みもいただいてたんですけど、誰だったかな、うん、あった。あ、やっぱり Y さんだ。ね、これはね、ギター談義その216話の時の、原稿についていろいろ話題で盛り上がった時のやつについて書き込んでくれたんだけど、ロリー・ギャラガーのギターの原稿は1センチっていう話出たの覚えてる。で、ギターマガジンがいろいろなギタリストでに原稿についてのアンケートを取っていて、ちなみにチャーさんは1センチ以下なら構わないと多分ジョークで答えてました。で、小指についてはリッチー・ブラックモアはもともとクラシックギターをやっていたので、小指を使うのが彼にとっては当たり前なのでしょうねということらしいです、うん、いや全然小指使ってももう素晴らしいけど、うん、使えないんでしょ。俺はね使わないんじゃなくて使えないんでしょ。使っちゃいけないなんて全然思わないでしょ。使えたら俺も使うかもしれない。でも小指使うとフレーズがまた変わってくるんでしょ。そうなのよ、うん、もうね今更変えたくない。だから俺もソロで小指を使う気はないです。はい、ちょっとは使ってるかもしれない。
あんま使わないよね基本的にね。なんかね、私誰かにどういうギターが好きかとか言って、まあ冗談半分で小指を使わない人って言ったことがある。まあ多いよね、俺たちの好きなギタリストの中じゃね。ペンタトニック&小指使わないみたいなね。でもリッチー・ブラックマンは好きだった。うん、でもあの何だっけ、乱奏法っていうかさ、はいはいはい、ペラララの時にさ、もちろん薬もあるけど、まあ小指でやるのもあるじゃないの。あとこうさ、小指薬で小指薬とか。いや、まあいけないとは言ってない。そういうのもいや、クラフトンが全くやってないかっていうと、ちょっとやってるような気もしないか。ああ、俺が見逃してるだけかもしれない。かもしれない、わかんない。特にこうなんか晩年になるとちょっとこう変な「トッテタララッタララ」の時はなんか使ってたら「トッテタラやるよね」「タッタララ」なんだったらなんていうか、あのおみこしみたいな、そうそう、下手するとね、そうなんだ、和のテイストが入ってんだよね、トッテタララッタララあとね、クリームの時にもね、あの多いリズムがね、タタララタタ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 そうそう、クリームといえばね、最近ねちょっと調べたことがあったんですよ、うん、じゃあこれはね次回にお話ししようと思います、はい。